はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2020年度の茨城大学の入試問題です。範囲は数三の微積分ですね。積分、それから不等式、極限といったところですかね。括弧1と括弧2は簡単なので、省略しております。まあ、後の方で使うんですけれども、実際に問われているのは t が0、無限大に行くときの t 分のログ t の値とか、こういう値なんですね。で、これで0っていうのはほとんど、自明なことと思われてますよね。まあ、受験では常識的な内容なので、一応不等式を使って証明をするっていう形をとってますが、まあ、大学への数学で範疇であると多分 a に入るので除外しています。で、3番4番のセットで多分全体として標準的な b ランクの問題になるんじゃないかなと思います。では始めていきたいと思います。3番ですね。 t が1より大きいとき、不等式、ログ t 小なり、インテグラルの1から t までの x 分のコサイン tx dx が小なりログ t を示せと。証明はこの積分の中のこの関数ですね。これをどう見るかっていうところですけど、部分積分をして、x 分のコサイン tx で x 分の1を積分するとログが出てきますよね。だから部分積分してするとログが出てくるなっていうのが見えると思うんですけど、小としては積分を計算してログを出す方法と、それから非積分関数と呼ばれるこの中のこの積分ですね、これ非積分関数と呼ぶんですけど、これの不等式の評価をして、先に評価をしてから1から t まで積分をすると、どっちがいいか2パターンありますね。で、これは別に中を部分積分するんじゃなくて、この非積分関数 x 分のコサイン tx というものを先に評価してしまって、それを1から t まで積分すればいいだけですね。で、それで解決できてしまいます。つまりコサイン x 分のコサイン tx ですね、これは x 分の1とマイナス x 分の1、コサインの値がマイナス1から1までであるってことを使って、こうですね。で、この両辺を1から t まで積分をすると、そうするとまあこんな感じになります。1から、t までのマイナス x 分の dt と、1から t までの、x 分のコサイン tx と、それから1から t までの x 分の1 dt とですね。で、まあこれ計算すればログ t が出てくるなっていうのはすぐ分かるんですが、不等号書かなかったのはここで等号になってますよね。ここは等号になってますけれども、問題の式は不等号がここついてないわけです。ここね。で、それは、どういうことかというと、まあ、高等的に等しくなかったら等号はとにかく成り立たないっていうことを、まあ、書いておいた方がいいと思います。記述はね、ここはいきなりこういうふうになる理由としては、関数が高等的にイコールではないからですね。まあ、この上の式の3式はどれも高等的に等しくないから、的に等しくはないないので、等号は不成立ということですね。まあ、これ書かなかったら多分減点されてしまうんじゃないかなと思うんですけど、ここが、まあ、等号が成立しないということは、こことここの関数が、高等的に等しくないからです。イコールの場面はもちろんあるけれども、ずっと等しいわけではないですよね。ずっと等しい時のみその積分の値面積として等しくなるわけですから、まあ明らかにその不等号は成立、等号は成立しないというのは分かりますけれども、まあ、一応それは式に書いておいた方がいいかなと思います。はい、ということでこれを実行して、積分を実行して1代入すれば、まあ、ログ t になるので、これでおしまいですね。
これが、証明すべき式なので、これでおしまいですね。はい、次4番に行きましょう。4番は、まあこれ形知ってる人はなんとなくリーマン・ルベーグの定理というものが頭をよぎるではないかなと思うんですけど、もちろんその定理を知っていたとしても、その定理を使える問題だったとしても、さすがにそのリーマン・ルベーグの定理よりこれっていう形は言えないですし、またこれあのリーマン・ルベーグの定理は使えないんですね、実はね。直ちにこれ結論を得られるような問題ではなくて、まあそれ最後に補足しますけれども、まあ普通に最初解いてみたいと思います。これっていうか別解があの使えないですね。リーマン・ルベーグの定理は、定積分に関しての定理であって、これあの公義積分になっているので、使えないですね。まあリミット t 無限大1から t までっていうのは、これ大学では公義積分といって、1から無限大のこういう形で書くんですね。こういうふうに書きます。この値がいくつになるかという問題は、まあ、この書き方はこれで定義するってことですね。だから大学の範囲の内容なんですね、実際はね。で実際にこの積分をどうやって攻略していくかっていうことですけど、まあ、これは部分積分をして、まあ、3番の形に帰着させないといけないですよね。で3番との関連を考えると、 log x は微分すると x 分の1になって、部分積分をすると sin は cos になりますから、これなんかあの部分積分1回すれば3番の x 分の cosTx は出てきそうですよね。というわけで、まあ、部分積分を実行すればいいんです。 log x かける sin の tx っていう形の部分積分をすると、インテグラルマイナス t 分の1ですね、サインの積分が、入ってきて、ログがそのままでコサイン tx とで、1から t までマイナスの、1から t の、まあここプラスにしましょう。マイナス t 分の1、コサイン tx かけるログ x の微分だから x 分の 1dx とという形になりますね。で、t と1を代入して、ここはマイナス t 分のログ t のコサイン t の2乗になりますよね。足す、t 分の1 の1から t までの x 分のコサイン tx とのdx という形で、ここに3番の形が現れました。これが3番で出てきた、積分ですよね。なので、まあそれで不等式を立てて、まあ、t 分の1、というのがついてますけれども、ログマイナスログ t からログ t までという不等式をつけると、結局この t 分のログ t というのが両方出てきます。で前半の方を見ると、このコサインの2乗 t というのが余計についてますよね。でもこれってよく考えてみると、補足的についてるだけでマイナス1から1までの間しか動かないじゃないですか。 t の値が どうであったとしても、この値は、この間しか動かないので、まあ、結局その収束発散を考える上であまり問題にはならない定数ですよね。要するに t 分のログ t という値がどこに行くかっていうのが大いに関わってくるだけであって、まあ、t の2乗だから t が無限大になると激しく振動する形になりますけど、結局0からマイナス1から1までを激しく振動するだけなので、まあその t 分のログ t という値がどこに行くか、例えば0に行くんだとしたら、まあ、0になるというわけですね。で実際この値0に行くので、まあ関係なくなってしまいます。というわけで、まあしっかりと証明をするんだったら、これハサミ打ちみたいな形に持っていきたいですよね。だから、まあ、前半の第一式ですね。まず、前半の第一式は、コサインの t の2乗がマイナス1から1までということを考慮すると、マイナス t 分のログ t から、マイナス t 分のログ t のコサインの2乗 t っていうのは、t 分のログ t っていう第一式が出てきます。で、後ろの後半の式ですね。
後半の式は3番の式を利用して、この値が3番の式はマイナスログ t から、ここはマイナスのログ t からログ t までだったんですよね。ってことは t 分の1がついてるので、後ろの方も、t 分の11から t までの x 分の cosTx との dx という値も、これも t 分のログ t から、マイナス、t 分のログ t とという値で挟め込めるわけですよね。というわけで結局その1から t までの値というこの関数ですね、この式が前半と後半の式は両方とも、t 分のログ t の、まあ、マイナスつけたもので挟まれてるわけです。なので両方ともこれ足せば、結局1から t までの積分が1から t までのログ x かけるサイン tx との dx、 これが、足したもので、挟まれるわけですから2ログ t ですね。それからこっちはマイナス2ログ t、 t 分の2ログ t とっていう形で挟み込めることがわかりますね。まあそっか、後ろの方はこれイコールついてなかったですね。ここね、ここイコールついてなかったのでこうでしたね。なのでここはイコールつけない方がいいですかね。まあこれつけてもつけなくてもあんまり変わらないですけど、ここの部分で結局この部分が t を無限大に発散させた時に、飛ばした時に両方とも0に、行くということ、これも0ですね。ということから、真ん中の値も0に行くということで、挟み撃ちの原理によって、証明ができました。つまり、リミット t が無限大に行く時の1から t までのログ x かけるサイン tx ですねの dx が0と、これで証明が完了です。結局ゼロになるんだったら、まあ、リーマン・リベーグの定理とやっぱり、その結論じゃないかって思いますよね。で、リーマン・リベーグの定理というのをちょっと紹介しておきましょう。これはまあ解析学の教科書に載ってる場合もあれば、風鈴解析のところで書いてあるのが多いと思うんですけど、まあ、風鈴級数のところでまず出てくるのが、一般にはまあこうですね、A から B までの値でリミット、まあ、t が無限大の時の fx かける、sin tx dx が0とか、ここがまあ cos に変わったやつ、これでも0ですね。ここを入れ替えても0です。でこれ A から B までの化積分関数だったら fx はAB 上で、区間 AB で化積分、例えば連続とかですね、化積分関数であったら何でもいいんですね、例えば連続とか連続関数であれば。だからまあこれ使えそうな感じがしますよね。でもこの A と B っていうのは有限確定値であって、まあ区間なんですね。で B を無限大に飛ばしたら当然その0になります。でもそれは改めて書くとこういう形になるわけですね。 B を無限大に飛ばしたら確かに0無限大になるんですけど、 B を無限大に飛ばしてリミット t を無限大に飛ばした時の A から B までの fx sin tx dx イコール0、これは確かに成り立ちます。本来これの意味というのは t を無限大にしたっていう意味は、例えば、t のリミット t が無限大の、0から無限大の fx、sin tx と dx って書いてあったとしたら、これは、先にここの無限大は先に取ってるんですよ。で t を無限大する前にその無限大取ってるので、改めて書くとこんな感じになるわけです。
だから、リミットを2つ取って B を無限大にして0から B までの fxsintx と。という形になって B を先に取らなきゃいけないですね。だからこの、リミットの交換が、一般にはできないのでまあダメですね。つまりここの部分は誘拐閉区間になっているので一般のリーマルベグの定理からはこれ導けないかなと思います。で、一方でそのフーリエ変換のリーマルベグの定理というのもあります。フーリエ変換とかラプラス変換の、まあ、この場合のラプラス変換のリーマンルベーグの定理のまあ補題とか定理とかって言われますけど、それはまあ関数がまあ大体あの L1R って書くんですけど、絶対一乗化積分ですね。一乗化積分っていうのはマイナス無限大から無限大までの F の絶対値の fx が、有限確定値になるということです。これを絶対化積分っていうんですけど、絶対化積分である関数、こうじゃないとあのルベグの意味で収束しないんですね。なので、こういう仮定をだいたいつけるんですけど、この時に限りリミットの t 無限大の例えば0から無限大までの fx sin tx dx イコール0とか cosin tx とかが0になります。ここの部分はマイナス無限大から無限大にしても OK です。これも全部0になります。まあ上の場合はラプラス変換に関するですね、下はフリー変換に関するリーマンルベーグの定理と言われているものです。この絶対化積分っていうのが、まあ、ついてくるんですけど、これって結構重要な条件で、まあ要するにプラスマイナス無限大のところでは当然ゼロに行かなきゃいけないので、fx イコールログ x みたいなのは入ってません。これは入ってないので、つまり、定理適用できないですね。これ絶対値、まあ例えば0から、まあ1から無限大のログ x、でこれ絶対つけても同じですけど、これ誘拐ではないので、これプラス無限大発生してしまいますよね。だから、これプラス無限大になってしまいますので絶対化積分ではないんですね。これ絶対値つけてもつけなくても同じですけれども、絶対値をつけて誘拐であるっていうのが絶対化積分ですね。絶対化積分ってこれプラスマイナス無限大になってますけれども、これ A から B までの fx の絶対値の積分がリミットの B をプラス無限大、A をマイナス無限大に独立に動かしたときにこの値が有限になるということですね。これあの同時に動かして有限になるっていう意味じゃないですよ。同時に動かした場合にはこのようなその発散するやつが、こことここで同じ値を取った場合にこっちマイナス出てこっちプラス出て、有限確定値を取ることがありえます。だから例えばマイナス A から A までの絶対値 fx の dx が、有限という意味ではないです。同時に動かしたっていう意味ではなくて、別々に自由に動かした時に、有限確定値になるっていう意味が絶対値化積分という意味ですね。まあ、この時にそのルベーグの意味で収束するんですよ。で、リミットの交換とかができるようになるんですね。で L1 化積分、まあこんなような形でその表すんですけど、こんなふうにあの表すんですけど、その時にこのリーマンルベーグの定理これが成立するわけです。でも fx としてログ x は取れないので結局まあダメですね。ダメだということです。だからこのリーマンルベーグの定理から近いことが成り立ったので、まあ、予想はもちろんゼロっていうのは予想できることなんですけれども、ダイレクトにその定理を使って証明をするってことができないっていうことですね。はい、というわけです。まあこういう定理もね、題材に、まあ、出てきているんだと思います。作る側としてはね、そういうのを意識して作っているんじゃないかなと思います。はい。
まあ機会があったらですね、そういう、定理の証明とかにも、踏み込んでいきたいと思うんですけども、まあ今回は、省略したいと思います。まあいつかそういう動画を作ってみたいと思ってます。はい、2020年の茨城大学の入試問題でした。ご視聴ありがとうございました。